さあ、今回もリムワールドやっていきたいと思います。さあ、前回冷蔵庫を増設し、大量のじゃがいもなどを売ってですね、お金を得ましたね。シルバーをも2000ほどあります、今。なんで、まあ、いつでも呼べるかなっていうところですね。いつもどこに出たっけな。まあ、いつでも交渉できるという状況ですね。何か問題があれば、まあ、すぐ交渉しようかなと。で、まあ、今回は、採掘をしようかなと思うところですかね。まだまだとりあえずね、掘るとこあるので。今夜か。あ、パーティー終わった？パーティーしてたの？本当だね。いつの間に。これは直したでしょ。あ、ビーコンか。ビーコン。ビーコン、あ、これだね。まあ、まだいいでしょ、ビーコン。呼ぶときしか多分意味ないよね。ここと、ここね。前コンポーネント拾えたんでね、結構大きかったですね。まあでも、交易も一応呼んだりしてたし。勝手に取るんだ。あ、今ここに設定してあるやつは取るんだ。さあ、こいつ片方、君くらいはね、いずれ仲間になると思うんですけどね、なかなか厳しいようですね。暇なら掘ってくれよ、どんどん。バイキングどうした？またか。肉は料理しないとまずいよね。こいつどこいる？運搬してんのかな。運搬だな、今。料理作れじゃん。あ、機械来た来た来た。コンポーネント来ましたね。肉をメインで料理してほしいんだけど。まあいいか。いいねいいね。みんなの分の、まあ、食事で食中毒まずいぞ。下手かこいつ、もしかして。あ、4か。そう、みんな4なんだよね。結構レベル上がるまで時間かかりそうだ。さあ、そういえば来れたか。ティムとイノシシは絆で結ばれ、彼女の姓はソナタとなります。そうですか。なんでソナタとなるんですか。どう思ってしてそうなったんですか。ここまでいいとしよう。それ、今日も、セット目は失敗しましたね。こいつがまずいよな。殺そうかな、いっそのこと。無視でなんか上がるとかないのかな。解放して捕まえる。
かなか解放して捕まえるのもありな気もしてきたぞ。今何中ですか？運搬ですか？運搬そんなにいらないんで、料理を。料理の重要度上げるか、こいつの。あ、いいねいいね、肉肉肉使ってよ。こいつ8個食ったな、これ。米8個食いやがった。ここが10時になるまでは、料理タイムかな。はい、OK です。あいつちょっと優先順位変えようか。監修と運搬掃除が最優先。料理も一応入ってはいるけど、この優先順位だと料理する暇はないと。運搬こんないらないんじゃないか。料理らへんをちょっと最高にしよう。あと医者ね。うん、まああとこんなもんで。狩猟、ああ銃持ってるか。この結果どうなるかだな。あ、まず持ってくんだね。仕事をまず終えると。ベリー。あいつは何日分もらってんの？一回。だ問題ね、ここ寒いんですよね、確か。何度だろうね。マイナス8度でしょ、もう。あんま長く入れる環境じゃないから、毎回一応選んでるんだけど。ほら、こう寝ながら夜を過ごした。あ、それは関係ないか。寒いか、もしかして。10度か。今冬？秋か。20度にしとこう、ちょっと部屋を。ついてないでしょ、ここ。多分寒いでしょうね。この捕まってるやつのとこだけマイナスにしてやろうかな。食、簡単な食事の食中毒率がやばいですね。こっち終わったか。じゃあ少し、壁を作って、こんないるかな。よし、これでいいでしょう。この辺なんか1個潰しただけで急に降ってきそうなんで潰せないんですよね。旅行者グループか。森林に住むファンの民、多分捕まえよっかなこいつら。ジャックナイフとライフルとピストルか。まあ投資やろう。おー、久々の。じゃがいもが3000個もありますね。久々に、ちょっと待ってよ。あなたのコロニーの入植者か、囚人、入植者か、囚人とつながりのある一人が、ああ、すごい、入植者か囚人かってことか。敵対する中族グループに、血縁者がいる。中族が白蛇。中族の白蛇、恋人が、孔子。ああ、お前か。お前か。奪還しに来たんじゃない、これも。今すぐにでも襲い来る。おお、武器がなかなか強いぞ、これ。
とこれガチで行く必要があるな。まずは全員を叩き起こし、来させる。全てのスイッチをまずつける必要がある。これ押せないんだけど。対戦機は壊す。それまで時間はある。ここあえて解放しよう。で、ちょっと早くしてくれ。火災が発生した？あ、そっちいるのか。あ、まずい。こっちつけないと。じゃあなかなか好意的な陣形を組まれてるな。ティム残して、こいつ戦えないからな。中入れとこう。タレット操作。で、戻して。これつけたいな。あ、ここでコンポーネント切れが地味に。消えてきやがる。今ならいけるか。いけるいけるいける。こっち見てないぞあいつ。よし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 。君パーソナルシールドか。武器持ってる人ほぼいないんですけど。ダメだ、タレット範囲外だ。変えるんじゃねえ、あのまま。ああ、下にも言える。下でもタレットは基本切ってないんで、下の方の。うわ、壊された。早い。あ、一人でも死んでるな。下側か。あ、イノシシなんで。まずいよ。閉めないと。いつまでこうしてればいいんだ。あ、こっち、まだまだまだ生きてる。入ってきそうじゃない、上の方とか。口にするはダメだ。運搬しそうじゃない、これ。頼む。どこ行くの？何してんの、こいつ。から。うろうろしている。そりゃ困るんですけど。撃って出たら負けそうっていうか、きついよな。いつ帰るんだ、ちょっと。こっちはね、タレットだけで大丈夫なんだけど。あいつ下手だからいいか、置いとけばいいや。さて、いつまでやつらは死ぬのかな。籠城強いな、これ。みんな左から回ってくる気だね。死ぬんじゃないか。あー、壊された。
もう守るものがない。え、電気つながってないの。間に合わないよな。建築できない。危なっ。あー、なんで出ちゃうんだよ。長い老女戦だな。ショットガンか。ショットガンきついんだよな。建築だけやってくれればいいんだけど。あ、撃たれて死んだ。まずい。反撃したいけど。一瞬投げてるか。まだ引け。やばい、こいつ重傷だ。全然遅い。上、ここ以外なら結構硬いんだけどな。まだ爆弾がなくてよかったな、あいつらに。逮捕を試み、大丈夫。あ、治療できない。処置して、あ、諦めて離脱してった。助かりましたね。ん？いや、まだ待とう。オッケー。よし、あいつ捕まえろ。銃だ、銃。そろそろみんな銃持てればね、結構勝率上がるんだけど、武器が少ないんだよね。弓でもいいから戻せよっかな。あ、生きてるか。電気やっぱ外に置くと壊されちゃうな。中からつなげてやった方がいいよね。助けてあげて。あ、そなた。電気やばいな。耐え忍んで勝ったけど。開けてるか。開けないのか。いや、今もう散々にやられたな。血がすごいぞここ。なんか手打てない。
漂着物。あ、いいね。シルバーか。うん、処置だけしてあげようか。さあ、ちょっとタレット修復ですね。お、まだ繋がってないか。タレットがなんかいいのないかな。あ、壁分厚くてよかったな、でも。二重なんでね、案外叩かれててもまだいけるっていう感じがすごいするんだよね。よし、やっぱりこの辺も固くしておくか。あえてこっから入れるっていう戦法もあるよね。一番防御の硬いとこをこの扉開けて、そこから集中的に倒すっていう手もあるな。いや、知らないよ君の病気なんて。あ、君死んだんだ。仕方がないな。なんとかしのいだので今回はここまでにしたいと思います。いやー、こもりがちでしたけど、ちょっとタレだってここまずいかもね。ここ壁気づいて、この毎回これ壊されるんじゃね、世話しないんで、それをなんとか防ごうかなというところですね。で、ここの壁開いてたんですね。どうしよう。それではまた次回お会いしましょう。